なぜ創価学会はすぐにバレる嘘を平気で新聞に発表したりビデオに作ったりさも事実らしく裁判に持ち込んだりするのでしょうか。それは創価学会池田大作の真の狙いが学会員を騙して全面的に池田大作に依存させたまま日蓮召集から離反独立することにあったのです。一方二代戸田上世会長は本来信徒のあるべき姿について次のように述べられております。で、寺ができた以上には信心を基調にして社訓することとお寺を大事にすることとご本山に尽くすことは当たり前のことなんだからね。それが自慢のようになってはもう信者としては資格がない。ええか、もう一度言うよ。社訓することとお寺に尽くすこととご本山へのご奉公は当たり前のことなんですよ。それをしたからだって何も言えないんじゃないんだよ。この教えに逆らうかのように池田大作は離反方々路線を繰り返しました。